リンリンハローパラレールリンリンパラレルのリントです。そしてシェフィーさんでございます。はい、シェフィーさんがですねお腹空いているっぽくて、まあ今日木曜日でねメンテナンスライブをして、その時にご飯をあげるんですけども、ちょっとね今面白いことが起きたんで、ちょっと動画にしようと思って撮ってみます。まあシェフィーさん的にちょっとかわいそうかもしれないんですけど、ちょっと見ててくださいね。これねここからね入るのね、こうやって隙間からはい、ちょっとグリッと、もうね腹減ってんだろうね、腹減りすぎてねトング噛むの今日夜だよ、ご飯夜にはちゃんとあげるから夜まで我慢してね。さすがに木曜日の夜のご飯の時間は帰れないわ、夜にするからね。他の日は日中あげたりするけど今日は日中あげないから、でもすげえ引っ張るな、顎の力、顎っていうか噛む力すごいね。見ててね、手離してるよ今、多分噛んで引っ張れると思う。ほら普通にすごいね。それねスライムのトングのね先端なんだわ。今日ちゃんとご飯あげるからね、ご飯抜きなわけじゃないんだからさちょっと我慢して。今日はねこれ撮影してる時期がですねクリスマス時期でございますので、今日はこの子には鶏肉をねプレゼントいたします。はい、なので今日の夜は鶏肉です。はい、まあクリスマス前の木曜日ということに、今日は22日かな、うん、ほんとね腹減りすぎなのよ。ちょっとあんまり上げすぎるとね週2にしとかないとね、万が一があるので。あ、今これ取っただけ、すごい、もうシェフィーの歯の跡がついてるね。これわかるかな、ほらプラスチックでこれだけ傷がつくんだから、これ実際に指噛まれたら結構大変そうだね。で、ね引っ張り加減なので、うん、多分指持ってかれる可能性あるよね、ガブって。まあ皮だったら簡単に食べられちゃいそう。うん、いやもう大きくなってきたからね、万が一っていうね危険性があるのでね、本当に他のことはもうこの子は合わせられないし、私ぐらいしかねちょっと触れないですけども、うん、結構な歯の力ね。友達とかに触らせるのもね、万が一が起きた時にね怖いんで、ここ触んないでねって言ってたもののね、やっぱり慣れてない人が触った時にねパクっていっちゃう可能性があるんで、そこだけはね気をつけていかないとってところですね。私が噛まれる分にはね全然いいんだけど、うん、まああんまり噛まれたくはないけどね、痛いから。どうしたの、お腹すいたの。ご飯は夜、今食べちゃうと夜食べない可能性も出てきちゃって、そうなると困るからね。でもな、あなた月曜日にご飯あげたよ。まあね、ちょっと痩せてるぐらいがねこの子の健康管理としては私はいいと思ってます。あ、ストーブが延長しますかってなってますね、ストーブが。このタイミングで並んではしますよ。うん、まあ、バスキングでそこで気持ちよくなってて、背中バスキングしてさ、そこあったかいんだよね、バスキングストーンもあってね。まあバスキングストーンって言ってもただの石なんだけどさ、その石もあるから気持ちいいんでしょ、あんたそこにいるの。うん、気持ちよさそう。一旦ご飯のこと忘れたかい？そんな感じでご飯を忘れていってください。はい、っていうところでね、トングを間違って噛んでしまうシェフィーさんですね。いや、反応早すぎるのよ。あ、これサムネにいいね。トング噛んじゃったって。
かわいいね。はい、というところでございます。はい、本日は以上となります。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方を見てみてください。で、過去にもね、たくさん動画上がってますので、興味あるものありましたら、ぜひとももう一本見ていただけると嬉しいです。そしてね、そこのところでもいいねだったりコメントだったりいただけると嬉しく思います。こちらの方の動画にもね、コメントぜひぜひお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントとシェフィさんでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。